はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルフィッシュです。今回はですね、新しいゲームになります。ファミスタクライマックスをプレイしていきたいと思います。で、ファミスタクライマックスはファミスタシリーズの最新作になってまして、3DS でリリースされたゲームになっています。じゃあ、早速ですね、モードを確認していきたいと思うんですが、まず今ご覧いただいているのが、ドリームペナントっていうモードですね。自分だけのマイチームでコンピューターとのリーグ戦を行うモード。FP やパスワードなどで選手カードや各種得点を獲得できるファミダスもこちらです。ということで、まあ、きっとこれがメインモードになってるんじゃないかなと思います。で、隣行ってオンライン対戦。これはそのままですね。全国のプレイヤーフレンドと対戦をしたり、各種ランキングを確認できるモードです。ということになってますね。で、ファミスタメーカー、これってきっと、このファミスタクライマックスの目玉の一つなんじゃないかなと思うんですが、まあ、いろいろなギミックが満載のマイ球場を作成できる、まあ、オリジナルの球場を作成できるということですね。で、あとはファミスタクエスト、日本各地を巡りミニゲームや試合で勝利して選手を救出しながら、あの宿敵と対決するモードですということでね、ファミスタおなじみのきっとあのチームが出てくるんじゃないかなと思うんですが、ドリームペナントでその出たマイチームを率いて勝利を目指しましょうということなので、まあ、ステップ的にはドリームペナントをプレイしてから、ファミスタクエストをやるのがね、いいんじゃないかなと思います。で、最後、ファミスタクエスト。いつものファミスタですね。これまでのファミスタと同様に、コンピューターと対戦するプロ野球ペナントレースとオープン戦、近くのプレイヤーと対戦するローカル対戦とダウンロード対戦をプレイできるものですということになってますね。あとはトレーニングとオプションが用意されているということなので、早速ドリームペナント、プレイしていきましょうか。ドリームペナントへようこそ。このモードはリーグ戦や様々なイベントを行いながら自分だけのマイチームを作り上げることができます。最強のマイチームを作るために次のポイントをしっかり踏まえてドリームペナントを進めましょう。じゃあそのポイントを確認していきましょう。まず、選手を集めよう。試合や強化キャンプで獲得した FP を使ってファミダスを回すと新たな選手がゲットできます。ということになっていますね。2、強化キャンプ。ドリームペナント中に登場するキャンプマスに泊まると強化キャンプをプレイすることができます。強化キャンプでは選手カード30枚で作ったデッキを使ってゴールを目指して進んでいきます。道中はショップなどの泊まったマスに応じて様々なイベントが発生しますということですね。で、選手を育てようということで、強化キャンプや試合では活躍に応じて経験値を獲得することができると。で、経験値を貯めるとレベルアップで能力が成長したりスキルを覚えたりすることができますということですね。で、覚えたスキルはオーダー画面で装備して試合に臨みましょうと。で、オーダーを組もう。ドリームペナントではオーダーに入れる選手全員の PP、チーム PP に制限がかかります。バランスよくオーダーを組んで勝利を目指しましょうということでね、無双チームみたいなのはもう作れないってことなんですかね。じゃあ、早速ですね、対戦チーム選択なんですが、まあ、ここはせっかくなんで、セリーグで固めましょうか。実はこの前段階で、マイチームどこにするかっていうのをね、決める、画面があって、今回はジャイアンツにしました。野球ゲームシリーズ、このチャンネルではですね、パワープロを主にミカミックスがやっているんですが、ファミスタの前作とかね、僕ワンダーの方でやったんですが、そういったところからご覧いただいている方はご存知かもしれないんですが、実はアンチ巨人ということで、なのになぜジャイアンツを選んだというところはあるんですけどね。アンチ巨人なんですけど、やっぱりね、ジャイアンツ気になるんですよ。というわけで、マイチームはジャイアンツにしてあります。じゃあ対戦チームはね、セリーグで固めていきましょう。で、ホームスタジアムはもちろん東京ドームです。コンピューターのデッキ、試合数、コンピューターの強さ、イニング、延長、DH。まあ、DH も含めてデフォルトでいきましょうか。
お、秘書が早速登場しました。今日からあなたの秘書となりました吉野瞳です。ということですね。これからドリームベナントのサポートをさせていただきます。シーズン一緒に戦い抜きましょうということですね。よろしくお願いします。チームの目標はとにかく勝つ。チームを強くされるためにはファミダスで選手を集めるのが基本となります。ファミダスショップの店員さんが早速挨拶に見えたようですね。ということで、これがファミダスショップのつぶらためこ、えんためこかな。えんためこですね。これからひいきにしてくださいね。とで、ファミダスの種類はチームが強くなるとどんどん増えていきますということになっていますね。では早速ファミダスにも行ってきましょうか。さあ、では早速ドリームペナント開幕していきましょう。お待ちしてましたドリームペナント開幕の挨拶にピノさんがお見えになっています。パックさんから手紙を預かってきたよ。代わりに僕が読みます。わか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 と言ってますが、ふんふん、なるほど、これでわかるんだよな。パックさんはとにかく期待してくれているらしいので 1000FP をいただきましたね。じゃあ早速ですが、まずはファミダスショップにも覗いておきましょう。まずはそうだな、まず投手からファミダするか。1回青カード獲得。青カードってきっとノーマルなんだろうな。斧、強気の投球を売りとするサウスポー。サイドスローに転向し、左打者との対戦成績が向上。母親の故郷であるフィリピン代表として WBC 予選に出場したこともあるということですね。まず小川か。じゃあ野手も1枚引きましょうか。レアリティがね、きっとあると思うんですよね。青カード獲得。青カードってきっとレアリティは低いんだろうな。将来を渇望されている若手捕手、打てるキャッチャーを目指しており、巨人阿部が目標の存在。まあ、巨人の阿部今絶好調ですからね、きっと打点王にもなってるんじゃないかなっていうね、ぐらいかなり今阿部は勢いに乗ってますけど、その阿部の後継たる選手という位置づけになってるんですかね。まあホークスなんで、まあ、将来的にね、その正捕手のポジが空いてるかっていうとね、ちょっと微妙ですけどね。そしたら、まあ、せっかくなんで投手もう1枚ぐらい引いちゃおう。いや、貯めといた方がよかったかな。青カードまた獲得して、しましたけどね。続いては楽天の武藤ですね。伸びのあるストレートを投げ込むリリーフ右腕ということになってます。じゃあちょっと一旦これくらいにしときましょうか。あんまり引きすぎるとこの後なんか美味しいイベントがあっても引けなくなりますからね。じゃあちょっとまず一旦試合をやっていきましょうか。4番はどの上になってますね。ああそうか、今2軍に杉内いますよね。杉内、まあこの辺りは間違いないでしょう。3番に脇屋もいるし、ここはやっぱりジャイアンツのね、その選手層の厚さ、2軍に杉内がいて4番に堂上がいるっていうね。
ね、投手の方をプレイしてますが、ここはやっぱりあれですよね。おお、やられたやられた。いきなり三塁まで行かれたが。で、西岡か。パワープロとかと違ってね、結構無茶な。投球もできますからね。ちょっとね、操作方法がいまいちな感じになってますけど、とりあえず一旦終わらせましょう。これでようやくワンアウトですね。一球牽制を入れて、スライダーだ。まあ、杉内って言ったらやっぱスライダーのイメージあるからな。もうね、際どいスライダーを打たせていきましょう。これはスタンドに入ると。これでツーアウトですね。なんとかね、1点で終えたいからな。OK。 これでちょっとね、いきなりスリーベース打たれてしまいましたが、ここは強振でいきましょう。強振で、どうだ。よしよし、二塁打ですね。ここバントだ。これで逆転ですね。逆転だ。クロスプレーは、うわあ。おお、なんだ今のボールは。チェンジアップかな。さあ試合を決めに行きましょう。ここはよし、抜けた。これもクロスプレーになる。うわー、アウトか。ここはスライダーで押していきましょう。で、ノーアウトランナー三塁一塁か。いきなりピンチだな。
月狙いでもいいけど、杉内が疲れてる？だ。最初に走ったのが良くなかった。さあ相手がタイムで代打ですね。北条。杉内はまだいけるだろう。まだ2回だからな、言っても。がっはっ、しょうもないプレーしちゃったな。だー、抜かれたかー。にゃ、しかも中継がサードでカットせずにホームまで帰られちゃいましたね。なんとか杉内もこの2回は抑えてほしいけど、うわっ、さてさて、さらに逆転されて、さらにランナーが三塁にいる状態でこれか。ちょっとね、守備が慣れるまでボロボロな感じになっちゃいそうだな。なんとか杉内はこの回まで投げてもらいましょう。よし、落下点入った。ようやくこの回スリーアウトですね。どうだ、内野安打になる。アウトか。際どいタイミングでしたけどね。これは打ち上げたね。セカンド西岡が抑えてます。で1番に帰って重信。これはファールか。当たりはね、良かったですけどね。これはよし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 。で立岡ですね。ボテボテの当たりだけど、ボテボテが功を奏した感じだな。で3番の脇屋、よし、これも抜けた。で3塁ランナーも帰ってこい。際どい、よし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 。ピッチャーは石崎から変わりましたね、島本に。これでチェンジか。乱打戦になってるけど、ちょっと杉内から投手を変えてあげましょう。杉内もへばってますからね。西村健太郎に変えましょう。
よっしゃー、フォークで空振り三振。で最後はフォーク。いいね、西村のフォーク、空振りがコロコロ取れてすごく気持ちいいですね。で落下点入る、 OK。 この回はサクッといきましたね。ピッチャーが島本から変わってますね。秋山にスイッチ。強振がね、触れる回数が決まってますからね、ここぞという時に取っておきたいんですが、これはキャッチャーフライか。この回はあと強振が1回しか使えないんで、もうここは強振でいきましょう。切れる、ファールボールか。もうね、強振が0回になってますからね。ぐは、残念、惜しくも敗れるということで、開幕戦は杉内で落としたかという感じでね、ちょっとグダグダなプレーにはなってしまいましたが、こんな感じで、少しずつファミスタクライマックスの方をプレーしていきたいなと思いますので、今後ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。というわけで、今回はね、まずファミスタクライマックス買いましたよということで、プレーの方をしてみました。次回この続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ引き続きお楽しみいただければ嬉しいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。